医者シュウです。まずもっと来たぞ。お部屋で運動したくないですか？したい。今日はみんなでこの部屋でスポーツをやっていただきます。いやネットで見つけて皆さんも買えると思うんで、ぜひとも買ってほしいんですけど、動けるし笑えるバスケットヘッドって言います。なるほどね。出てんな。バスケットボールあるじゃないですか、あれのゴールが頭についてます。ボールを投げたりダンクしたりしましょう。面白い。このスポーツの怖さ、ボールが顔面に向かって飛んでます。そうだよ。こんな感じで、おでこにバスケットボールをつけてワンオンワンするとオープン。おお。バスケットボールの、まあ、バックボードですね。こちらがバスケットボールになります。スポンジ製です。安全だね。今日のバスケはゴールが動くね。完成するとこんな感じになります。バスケットゴールがここにあって、リングがあって、ネットがあると。今みんなの頭にバスケットゴールがつきましたね。これ今日はこれでワンオンワンをしていきたいと思います。よし。通常のシュートは2点です。殴ったり蹴ったりしなきゃ OK でしょ。大丈夫。トラベリングはなしでいきましょう。なしなんだ。それに伴って、ダブルドリブル、これもなしです。ドリブルに関わるルール全部なしでしょ。なしです。ドリブルなし。はい。リング2個あってワンオンワンなので、どっちも守りであり、どっちも攻めです。やば。 OK。 先に6点取られた方が負け。わあ。3本熱いバスケットボールの試合を見せましょう。よし。俺 VS マサイ、ダホ VS モトキ。よし。決勝はこの2つの勝者同士が戦います。やりましょうか。はい。モトキ対ダホ、うい、ワンオンワンを始めていきましょう。よし。俺シュートが入ったら1回ストップ。なるほど。はい。パーンと弾いて落ちちゃったわけじゃない、うん、落ちちゃったするでしょ。これでさ、相手のボールもらえるの？もらえない。あ、もう自分のボールの望みで、うん、オレンジのボール持ってる人はオレンジのボールだけを使ってください。わかりました。青も同様です。バスケットヘッドスタート。うわ怖い、うわ怖い、すごい、なんという、こう、あ、投げる。お互いシュートはよく打っている。うん、これで守ってよ。うわあ、あぶねえ、うわあぶねえ、あぶねえ。なに、なんで離れちゃいかい。あっちー、あっちー。おい、かいあ、お互いゴールを。あいで、見えない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 。五条悟いる？スタート。 2-0 ですからね、今。アリクイ同士の戦い。いや、これ5歳とかならいいけど、26歳のこのやり取り見たくない。あ、壊れた。で、ファール取るからね。フリースローあるよ、フリースロー。スタート。0です。リングが別々の高さしてるバスケットなかなかないからな。入った。入った。やった。ナオくんの勝利です。あ、6対0と大差ですね。惜しい。身長有利だね。ナオくんがね、決勝進出です。まあ、上から入れるゲームだからね、これね。そうそうそう。シルクロードバーサスマサイ。お前だってバスケってバスケ関係ないもん。関係ない、関係ない。これ何の技術ですゴー。いやあ、そういうことかい。強すぎる。シルクに似て。はい、よっしゃ。再開。ああ、ちょ。攻めろ、マサイ、攻めろ、マサイ。守れ、守れ。よし、入った。入った。これはこれは違う競技が違う、競技がサッカーでしょそれ。サッカー。足当たる要素どこにもないよね。真面目にやってよ。俺たちやってね。真面目にやって、足いって。お前テクニカルファウルだ。はい、フリ
じゃあフリースロー。はい。ツーショットお願いします。惜しい。あぶねえ。ああ。正解。正解。うわ。ちょっと。あちょっと。え何？ちょっと。フリースロー。入ったー。すごい上手。フリースローは1点だからもうワンショット。ちょっとまたシルクが蹴ったのでフリースロー2本です。入ってない。これね、2本目外した後シルクが蹴りがちなんで気をつけてください。そうだね。再開。我慢した。ボールが取れない、ボールが取れない。回ってます。あっ、いけあいつバカだ。やったわ。6対1でシルクロードの勝利。ボール持ってる？持ってるよ。決勝戦ラホ VS シルク。はい。6点選手です。はい。スポーツマンシップにのっとって OK 開始。なんで俺が格闘技っぽいことson- あったー。ネットが外れた。メンテナンスに入ります。メンテナンス。それじゃあ試合再開。腕伸ばす作戦は効いているようだな。前手に入ってます。ここからどういう展開になっていくのか。そうですね、やっぱりシルクロード君はノホの高さに追いついていない部分がありますね。あーっと今腕振りました、腕振りました。霊によって外れるものっていうことで。あ、ファー取られな。今回の審判はゆるゆるですね。再開。お互いゼロポイント同士、シルクはなかなか手が届かない。あっ、やっと取れた。おっと、あーマンの読まれてた。はい、はい、再開。はい、激しい動きを見せる。はい、あーでも危ないよね。顎入った、顎入ってるよ。惜しいですね。入ってないよ。シルク注意だよ。お前、数枚ずつ後で確認してみろね。はい、はい。おっと、はい、あシュート、地面に足ついた状態からダンクシュートいけるんだ。視聴者さんが思って100倍ぐらいハードじゃん。2対0。はい、再開だと思ったね。よし、よっしゃー。今の入った、今の入ったね。ダホ2点、2対2。はい、いい勝負だよ。はい、そう、激しい動きを見せていくよ。おっと、いいいいよ、いいよ。おっ、いいな。今入った。うん、見て。今度なんかアドバイスないかい。セコンド、手入れればもう得点だから。バスケットボールセコンドないな。そうなんだよ。再開。ペッ。あ、惜しい。あ、取れた。再開。はい。あ、うわー。よしよしよし。おー。入ってた。いや、もう決めていいよ。ただいまのシュート有効。ありがとうございます。
間ぐらい続くんだよ。干からびちゃうよ。5、6歳でやるのがいいです。そうですね、20超えた方がやると乱闘にやりたい。めっちゃ楽しかった。楽しかった、楽しかった。最大4人まで遊べるんでしょ。最大大喧嘩。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン Twitter、 Instagram、 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アディ。